れてしまって言葉をなくしてんだ。からのまま生きてるんだ。確かなものつかめずに、わからぬふりして逃げてるだけか。食べ果てていつもダウン、アウト。マイアミのメネジャーへ。しょうがないじゃん。そうじゃん、ドラッキーじゃん。おー、水色だ。バカ多くて気が滅入る。みんな後半無知見るほど知れよ、ちょっと。眩しく聞いた方が確かに幸せかもね。呆れてしまって言葉もなくしてんだ。マイアミのメネージャーへ。しょうがないだろ、そりゃそうだろ、ドラッキーだ。
まず慶応の皆さんありがとうございました。あと、じゃあうちの、ベースから、大事なお話がないけど、何にもない、何にもない言ってだからアドリフ弱い。ちょっとあいつ黙らせろ、あいつ黙らせろ。中地も悪いよね、困ると振るからね。いや、もうあとじゃあもうちょっとで終わるので、あとじゃあね、残り盛り上がっていきましょう。
じゃああと15曲やりますけど。あの小さい子は。はい。どうぞ。じゃあゲストギターの坂場さんです。先日連絡もらって、いや中島さん、結婚することになりましたって言うから、じゃあ OB 選手にやろうよっていう、俺今考えるとじゃあって何なんだろうと思って、あ関係ないけどね、結婚するのと OB 選でゲストでギター弾くのって。いやでもラでもまあなんかとりあえず盛り上がると思って僕流しましたね。坂場さんなんかないですか？坂場さんなんかないですか？でかい。じゃああとね2曲頑張りましょう。じゃあ末永くお幸せにってことで、エバーロング。See you.
心また明日。